皆さんこんにちは。こんにちは。一心堂薬局の、健康セミナーのお知らせということで、5月の健康セミナーについてのーテーマをお話しさせていただきたいと思います。で、5月のですねテーマは、肝臓の仕組みと働きということで、今隣に、いらっしゃる NHK の高橋さんの方からですね、講師ということでお話しさせていただきたいと思っております。それではあの高橋さんの方からですね、詳しく、セミナーのお知らせお話しいただければと思います。お願いします。はい、今ご紹介にお預かりいたしました、株式会社 NHK の高橋と申します。で、5月の、健康セミナーでございますけれども、肝臓の仕組みと働きについてですね、分かりやすく、学んでいただいて、まあ、健康な生活を送っていただきたいということが目的で、開催させていただきます。で、開催日時でございますが、平成28年の5月の27日金曜日、午後4時半から5時半の1時間のお時間を、いただいて健康セミナーを開催いたします。で、開催場所でございますけれども、一心堂漢方薬局の立川店様の方で、行いたいと思っております。で、肝臓なんですけれども、やはり主な働きとして、まあ、3つございまして、まあ1つ目がまずは代謝を行う器官でございますね。で、解毒、はいはい、で、まあ、これはアルコールなんかを分解したりとか、まあ、そういう毒素なんかをこう、解毒するような、臓器であるということと、まあ、胆汁の生成ですとか分泌、まあ、こういった、ような働きを行っておりまして、まあ、肝臓はですね、この体の中の臓器の中でも非常に重要な役割を、持っているという形で、まあ、この肝臓をですね、どのような形で、まあ、日常生活の食生活だったりとか、まあ、あとは、日常生活でどのようなことを気をつけないといけないかとか、まあ、そういったことをですね、分かりやすく、ご説明させていただきたいと思います。で、ご来場された、お客様にはですね、素敵なプレゼントもですね、ご用意させていただいておりますので、まあ、ぜひ、ご家族の方ですとか、まあ、ご友人の方とですね、一緒にご参加いただけたらと思います。そうですね、まあ、ぜひ皆さんお誘いの上、ご参加いただければと思います。まあ、この時期、暑くなってきますと、アルコールを飲む機会なんかも増えてくるかと思います。まあ、そういうふうな形の中、肝臓に、肝臓病の方ですね、気になる方多いと思いますので、まあ、ぜひ、まあ、ご参加いただければ、なおさらこの、セミナーの意味があるのかなと思っております。まあ、ぜひご参加ください。